はい、そういったわけでございまして、今夜の晩ご飯、ひき肉の美味しい調理方法教えちゃいますよ、奥さん。ねえ、といったわけでね、まずね、年齢とともにね、このね、ひき肉の脂分、これがね、重たくなってくる。といったわけで、ひき肉を湯がきまして、そして油分とアク、これを取り除きまして、お湯を捨てます。そこにオリーブオイルを投入して、塩コショウ、醤油。そうすることにより、オリーブオイルで健康的に血液サラサラ、となっております。サイドメニューの方は卵、マカロニサラダ、そしてデザートにどっさりヨーグルトミックス。こちらね、やっぱりね、ヘルシーにかつ血液サラサラ、皆さん試してみてください。美味しいですよ。最後にね、デザートの方も食べていきますんで、最後までご視聴いただけるとありがたいです。それではね、今夜の気になった出来事、今夜のニュース、行ってみたいと思います。ワグネル、武装反乱。ロシア軍最高幹部が事前に計画を把握か。ロシアの民間軍事会社のワグネルの代表、プリゴリン氏が起こした武装反乱について、ロシア軍の最高幹部の一人が事前に計画を把握し、プリゴジン氏側についたなどと伝えられ、この幹部が拘束されたのかなど消息に関心が高まっています。こうした報道についてロシア大統領府はコメントを避けました。といったわけでね、ワグネルとロシア軍最高幹部が事前に計画を把握していて繋がっていったということですね。ということはですよ、このロシア最高幹部というのは、軍のトップにいた方ですね。この方がワグネルと繋がっていたということでね、反プーチンがね、徐々に裏側でね、出てきてます。実際問題ね、このロシアがウクライナに攻めて、これがまかり通ってしまったらね、今後ね、世界情勢がね、おかしくなってしまいますからね。特に日本、台湾などは危険にさらされる確率っていうのは一気に上がってきますから、なんとしてもね、このプーチンのロシア、このウクライナ成功させては、この軍事侵攻を成功させてはいけないと思います。やはりね、こういうね、反プーチンがね、出てきてプーチンをね、制裁してほしいですね。話は食に戻りますが、こちらのデザート、予想以上のこの弾力のあるヨーグルトとこのみかん、相性抜群ですね。これヨーグルトとみかんってめちゃくちゃ合うんですね。この弾力たまりません。小泉さんポイントは高いですよ。90ポイント出ました。ご視聴ありがとうございます。